おはようございます。新年明けましておめでとうございます。今の時刻が7時24分です。今日は1月1日のルーティンをご紹介します。今から初詣に行きます。煽り家はね、1月1日は必ず煽り家だもんね。家族大集合で、大集合で3人しかいませんよ。3人でね、はい、行きますよ。はい、行きましょう、はい、行きましょう。寒いですね。寒いですね、はい、じゃあ行きましょう。はい、皆さんね、新年早々お猿さんに出会えてラッキーですよ。千年以上も前から厄が去る、災いが去ると言われている動物。名前、ゆうくんと言います。3歳の男の子。まずは一つ、いいね。まさかの一番楽しみにしてた屋台がなかったです。気もありません。ねえ、びっくりなんだけど。まあ、仕方ありませんね。はい、まあ、友達と行くんで、はい、また初詣で、はい、動画にしますね。はい、その時はまあ屋台あることを願ってます。はい、はい。手水禁止。あら、あ、そうですか。あ、本当だ。後ろからいい感じで撮ってたらですね、はい、もろかぶでございました。はい、まあ、そんなこともあります。はいはいはい。これが多分ね、私の運命。おみくじチャレンジ。開けてもらってもいいですか？動かなくて。うざじゃないんだよ。ザワン。すごくない？キチちゃん。キチちゃんが出ましたよ。チャンネル登録何万人になるって。書いてない。ちょっと読んでみましょうか。ちょっと待って。お父さんが吉。はい、ママも吉。お母も吉。大吉。娘ちゃんだけ大吉。イエーイ。はい、ショッピングモールに来ました。今からね、福袋を狙って行きたいと思います。見つけたよ、福袋。ハニーズの。え、いいんですか？いや、別に構わないけど。いいんですか？ありがとう。色はこの色なんだ。この色なんだ。あ、そういうことね。そういうことだよね。で、どっちからが入ってるよと。なるほど。で、M ですね。はい。あ、でも、ほとんどここ M か。じゃあ、もう私の、直感で。はい。で、なんか欲しいものがあるんだったら直感はそれはあるかもしれないけど、別に、これだっていうのがなければ別にいいんじゃない？あ、じゃあこれ。はい、あ、エレだった。あ、じゃあこれで、はい、ね、はい、これにします。イエーイ。十三入りってすごくない？ね、うん、ね、じゃあ買ってみましょう。それにしようか。はい、はい、イエーイ。ショートで紹介しますよ。はい、ここで買った方が良かったんじゃない？そりゃそうですよ。パパが頑張ってさ、一回撮ったじゃん、デートの時だっけ。うん、あ、もうでかいやつな。お前の主食買ってけば。うん、カウントしようじゃん、そんなの。いやいや、違う、うん、これ見た目が素敵。素敵。お前の買ってってくれ。お前どこね、あんだ買っときだよ。いいの、うん、マジで。買っとけば安い。業者です。ちょっとスタバ飲みたいんだけど、ちょっとお小遣いで、いや、親のお金で。いや、親のお金で飲む飲み物は最高だから。はいはい、わかりました、行ってくださいよ。何ペチーノ？何ペチーノにしようか。いつもこれなの。
親の金だからちょっと豪勢にしようって大きいやつにしようかなえでもどうしよう、いやなんかさ、色のなんじゃん迷うんだよね。いやでも抹茶クリームフラペチーノにしよう、サイズ大きいのにします。はい、じゃあ買ってきてください。いってらっ。じゃあ待って、買ってきてくださいじゃないの、一緒に行こうね。イエーイ。いいかい？無理じゃない？これ回らないからね、ちなみに。うん、行きます。あマジであれが取れそうかなと思ったんですよ。ああ、いいラインじゃねえかな。これ行くよ。奥行きは。じゃこれでいいかな。あ、いいんじゃない。ぬるぬるだろうな。あ、そこ狙えばよかったね。ぬる。我が家にはですね、CD プレイヤーなるものがないんです。はい。娘ちゃんが最近ね、CD 買ったりとかしてて、ヘッドホン使える CD プレイヤーが安くなったから、3000円で。あ、本当だ。うん。そしたら、半分小遣い、半分親からの提供ということでね。うん。半分お小遣いは。そう、もう決まったんだ。腹決めたんだって。決めた。ということで。なかなかないじゃん。じゃんけんじゃん。もしパパにじゃんけん勝ったら、全額パパ出したりで、じゃんけんで負けたら、うん、おうちゃん2000円、パパ1000円。ちょっと待って、どうする？どうしますか？さあ、じゃんけんチャンスしますか？それとも、じゃんけんしないで1500円払いますか？どっちがいいと思いますか？やった方がいいんだよね、やっぱりでも、うん、だって、なんでだって、お年玉ピューロで使いたいから頑張ろうです。それでこれで負けちゃったお年玉2000円。それなそれなそれな、まあ、でもちょっと頑張る頑張る、じゃんけんします。 OK、 ダメだ、なんだよ。 OK、 テンション、うん、テンション、うん。だからチョキ出しとけってやったのに。2000円ね。はい、2000円払ってください。ちょっと巻き戻しできないかしら。はい、今帰ってきました。皆さん見てください、こんなに福袋買っちゃいました。私こんなに一気に福袋買ったことないよ。パパありがとう。ということで、こちらの福袋は順次動画で紹介していきますので、皆さんお楽しみに。私もちょっと開けるのがちょっと楽しみ、超絶楽しみです。私のチャンネルを見てくださってる方は、このチャンネル、あおりチャンネルをチャンネル登録してる方が2割で、チャンネル登録してなくて普通に見てる方が8割なんですよ。なので皆さん、毎日毎日楽しい動画を頑張って作りますので、チャンネル登録よろしくお願いします。これで1月1日のルーティンはおしまいになりますが、これからまたまた1年よろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。